どうも66組のエンタメラボへようこそ。66組のペチとケメラジとサクです。注文完了。何を注文したんでしょうか。金麦を注文しました。あーなんかあのね、まあ、柳楽さんのスーツ着てたら金麦なんだよ。確かに多かった多かったというわけで、ライオンの隠れ家第1話終了いたしました。素晴らしかったですね。いや、いい作品じゃない。いや、いい作品。そう、あの考察要素もねもちろんですけども、演技だったり演出だったり、とにかく素敵な作品でしたね。うん、素敵だね。確かになんかあったかいヒューマンドラマの部分とちょっと不穏なサスペンスの部分も、この対比というかね、結構なんか別のドラマ見てるぐらい違う場面に感じた僕も。でもヒューマンサスペンスってまあそうだよね、立ってるから確かにね、両方が組み合わさってたね。そう、バランスいい感じだった。そうだね、非常に面白かったです。はい、まあ、というところで、まあ、考察もねできそうだなというところで、こうやって動画出していきたいと思いますが、まあ、考察点大きく言うとですね、ライオンの子にまつわる事件の真相とは、まあ、大きく言うとこれだね。そうね、で誰が誰なんだとかいろいろ細かいところはいっぱいあるけども、まあ、全てここの真相につながってきそうな感じがするから、いろいろ第1話を見ての考察をねやっていきたいと思いますので、ぜひとも最後までよろしくお願いいたします。というわけで、ライオンの隠れ家は毎週金曜日22時から TBS 系列で放送されているドラマでありまして、僕たちの動画その翌日に直後考察動画を上げますし、まあ、来週からリアタイムする方向で考えておりますので、ね、ぜひ金曜も集まってもらえたらと思います。というところで、まずは1話をねいろいろ整理していきたいと思いますが、まずライオンの本名が分かりました。立花修斗くんですね。はい、まあ、なので、まあ、見てれば分かると思うけども、ライオンの父親は向井さん演じる立花翔吾っていうのもまあ確定でしょうね。はい、そして母親はシークレットキャストだった小野真知子さん演じる立花葵と、はい、これももう相関図見ると出ましたね。はい、で主人公ヒロトとは異母兄弟、そうね、っていうことになるのかな。はい、でいきなりちょっと考察ですけども、まあ家族構成としてはこれでほぼ間違いないと思うんだけども、まあ僕らの見解としては、葵はライオンことシュートの実の母親ではないんじゃないかなと、はいはい、いう方向で考えてるかな。まあどちらかというとね、なんか確固たる根拠とかはないんだけども、まあ小野さんがね追加された相関図のとこを見ても、ライオンとの関係性はまだハテナのままと、なんかもう親子って出てもいい気はするけども、まあ、ここハテナのまんまにしてるとか、まあ、あとは、まあ、ちょっと逆張りみたいになるけども、結構しきりにヒロトとかも絶対に葵の子だって結構言ってるし、はいはいはい、まあ、ドラマの演出的にもちょっとそっちに思わせたいのかなって気がするから、まあ、息子ではあるけども実は血は繋がってないみたいな、だから向井さん演じる翔吾の連れ子だった、はいはいはい、っていう感じがするかな。そうだね、まあ、でもかなり幼い時から一緒にはいるんだよね、まあだからそうだよ、ね、癖とかはさ、まあ寝てるからね。そうなんだよね、まあ、血がつながってつながってないだけで、そうだ、ね、本当の家族ではもちろんあるし、全然信頼関係もある感じはするよ、まあ、なのでこのまあライオンのあざの件もちょっと触れていきたいんだけども、まあ、あれは虐待であるのは間違いないと思うんだけども、虐待していたのはやっぱり向井さん演じる翔吾の方じゃないかな、いう感じはするかな、だから小野さん演じる葵は、まあ、ライオンを助けてる側っていう予想をしてて、まあ、あの山中のシーンでも首を絞めてるような描写はあったけども、まあ、あれはちょっと真実は異なるというか、まあ、あの後に思いとどまったとか、まあ、その辺のちょっと考察は後半に取っときたいんだけど、まあ、小野さん演じる母親は助ける側で、翔吾お父さんがやっぱ黒幕的な位置に当たるのかなっていうざっくりとした全体の考察にはなるのかな。そうね、だから暴力で2人を割と支配してるみたいな、そうだね、そういった構図なのかな。逃げ方も見ても、準備して逃げてないんですよ。なんか荷物とか持ってなくて、あのシーンね、元のシーンね、買い物行くついでに逃げてきたみたいなもんだから、ああまあ確かに言われてるみたいな、本当監視下というか、はい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 、厳しかったんだろうね。そうだね、うん、確かにあのシーンは準備された感じはないんだけども、ただその後のシーンを見るとね結構気になるポイントがあって、まあ、例えばライオンくんがそのメモを見てたシーンっていうのがあるんだよね、というのもライオンくんはヒロトたちに、まあ、真実を言ってない点は結構あるのかなというか、まあ、何か隠してるのは間違いなくて、まあ、それがあのメモであって、まあ、あのメモの場面っていうのもトイレに行きたいって言ったけどもトイレはせずねメモを確認してたっていう感じでしたと。でそのメモをねちょっと反転して確認したところ、あの冒険中ってまず上に書いてあって、で名前はライオンですって書いてあるんだよね、でそこからちょっといろいろ見えないとこあるんだけども、呼ばれても…返事を…ダメだよみたいな文が書かれてるんですよ、でライオンくんの字では多分ないというか、
まだ書ける感じはしないから、うん、まああれもやっぱり小野さん演じるお母さんの字って可能性はちょっと高そうかなと、うんうん、まあ要は誰かの指示のもとライオンくんも自分の身を守るためにああいう行動に出てるっていう感じではあるのかな。立ち回りをメモしてあるみたいな。そういうことだね、うんうん、なんか初見だと記憶がちょっとなくなっちゃってるのかなとか思ったけど、うん、全然そういうことではなくて、うん、結構自分で考えて、うん、まあ、あのメモのもと行動してるっていうのが分かるよね、うんうん、まあ、だからこのメモもちょっと詳細見てみると、なんか呼ばれても返事をダメだよっていうのは本名を呼ばれても返事はしちゃダメだよみたいな、はいはい、そんなような方向のことが書いてあるんだろうね、うん、そう、あくまでもライオンとしていなさいよと、うん、本名を言うとまたお父さんとか来るかもしれないし、まあ、警察に捕まっちゃうかもしれないしとか、あ、そうだね、うん、いろんなことがあるからこのメモの通り動くんだよって教えられてるっていう感じなんだろうね、うんうん、もうめちゃめちゃ逃げてるってことはもう分かるよね。そうなんですよ。そうでね、他のとこでも分かるとこがあって、この物語のポイントとして山梨県と茨城県っていう2つの軸で進んでるんだよね、うんうん、この冒頭のシーン、まあ、ラストも映ったけども、あの山中のシーンっていうのは山梨県の甲府、うん、そして小森家があるのは茨城県の浦和市っていうところだから、うん、まあ普通に結構離れてるからね、うんうん、それだけ逃げてきたってこともわかるし、まあ、あの冒頭の靴とか置いた後に何かがあって茨城県に来ることになったっていうところで、うん、まあ、手伝った人物もいそうだよねっていう感じにはなるじゃない。そうね。うん。送迎があったわけですからね。そういうことだよね。なんか車も映ってたもんね。映ってたね。うん。で、この手伝った人間が誰なのかっていうのは、天音くん演じる X。はい。まあ、ここがかなり硬いのかなっていう感じはするかな。うん。うん。単純にね、ライオンが持ってたそのスマホに送られてきたメッセージの相手が X ってちゃんと書いてあったんだよね。そうだね。なんか俺、通称かと思ったというか、うん、別に中では出てこないのかと思ったら、ちゃんと X としてこの人は出るんだな。というか、相関図に書いちゃってるから。そうだね、送り主 X だったもんね。あとはよろしくのね、うん、イーロンマスクではないってことね。イーロンマスクではない、そっちの X じゃないな、ね、うん、社長として X としてやったわけじゃない、うん、あ、だからまあここは間違いなさそうだよね。そうね、うん、まあ、だから X がライオンを茨城県のヒロトの元に連れてきた、はいはい、っていう考察にはなるのかな。まあ X 本人かもしくは X の差し金かは分かんないけどね。まあ関わってるのは間違いない。まあ間違いないね、うん、タイミングとかを見ても、はい、うん、だから割とタイムリーにさ、うん、6時21分にさ、うん、LINE が来てたし、はい、だから割ともう近くであのままずっと見てたのかね、車からとか。いや、そうなるよね。あ、なんかじゃないとなんかね、あのタイミングよく確かに、ね、来ないのかなって。あれ電源つけたから来たっていうわけじゃなくて、ちゃんと送られてきてるっぽいもんね。なんかポワンって来てたから。そうだよね、まあ確かにその場面もいたかもしれないし。そうだね。まあさっきサクが山中のシーンはなんか急に感あったけども、うん、あの後に結局なんか靴とかも新たに履いて茨城県まで来てるとか。だから割とあの後に関しては誰かが多分相当手伝わないと、うん、この1話のあの感じにはならないと思うから。そうだね、うん、まあ X がかかってるのは間違いないし、はい、で X と葵がまあある程度つながってるのかなっていう気もする。そうね、ん、っていう感じだね、うんうん、だから X は何者なのかって今回でやるのめっちゃ難しいけども、うん、なんか立花翔吾の弟とか、あ、うん、意外にヤバ兄貴のいい弟みたいな。まあね、そこまでつながってるのか、それともその山梨県のなんかそういった児童保護施設のなんか割と結構最先端の人みたいな可能性もあるかもね。いや全然あるね、うん、さっきも葵も血はつながってないんじゃないかっていうところも含めて、うん、なんかその辺の協力を実は昔からしてて、うんうん、まあ、2人は全然顔見知りで、うん、まあ、お父さんがやばいからちょっと2人で協力してやろうかみたいな感じも見えるしね。そうだよね、うん、まあ立花翔吾の弟はちょっといかつすぎるか。いや、まあそうだね。確かにそうだね。まあ大きく言うと1話見てこういう考察にはなるんだけども、うん、まあ、もちろん気になるところは結構あって、まあ、例えば葵が生きてるかどうかっていうのはシンプルに気になって、まあ、靴は置いてあったけども、まあ、ライオンは現に違う場所にいるわけで、うん、じゃあ お母さんはどうなったのかっていうところは気になるよね。確かに。まあね、うん、だから今はそのさ、母親としての機能を果たすことができないから、うん、まあその葵のためにもライオンのためにもやっぱり今別々 で、ね、あれして、まあ、ちょっとお休みが必要なのかなっていう葵自身にもみたいな感じで、ね、誰かがちゃんと保護してくれてるみたいな、はいはいはい、状況な可能性もあるね。っぽいよね。まあ、かく乱するまで手もあるよね。まあ、そっちもあるね。私が時間を稼ぐから、うん、まあ、よりライオンくんがもっと遠くに逃げれる、うんうんうん、っていう感じもするし。そうだね、うん、
まあなんかあの後にライオンくんの前で自ら命を絶ったとか、うん、まあ誰かに殺されてしまったとかだとライオンくんも心の傷なんてもう半端じゃなくて、うん、あんな感じにはならないと思う。そうだね、まあお母さんお母さんでどうなってるってことも知ってるのかなって気がするよ。まあそうだね、うん、で今は別々じゃないとダメなんだって思って頑張って自分は自分でやってるみたいなね、うん、そうだね感じはするかな。うん、立花翔吾に関してもやっぱ父親っていう面もあるけど、うん、この相関税、はい、建設会社の一族で経営してる、ね、要はボンボンの、はい、まあ、いわばメーカーみたいなもんなんでしょうね、うんうんうん、そうだね。まあだから警察に行ってね、この行方不明者届出してて必死になってた感じなんだけど、はいはいはい、やっぱ警察に DV バレちゃうみたいな。まあそういうことだよね、うん、それの結果会社にダメージ与えちゃうから焦ってるっていう、そうだね、描写にも見える。確かにね、うんうん、まあ社長になるはずだからね、まあ、それもなくなっちゃうかもしれないし、はいはいはい、次期社長なんだろうからね、うん、まあ、ただ次男ってとこはちょっとなんか匂うんだよな。そうだよね、長男はどこなんだよね、うん、まあ、ただ天音くんが長男のわけはないから年齢的にね、この中にいるとかではないんだろうけど、うん、長男死んでんじゃない。おー、なるほどね。とかわかんない。だからこのさ、はいはいはい、桜井由紀さん演じる記者がなんかいろいろ動いてんじゃん、はいはいはい、だから割とそのなんか死の真相、立花都市建設のなんかそういったちょっと黒い噂みたいなのを持ってて、うん、で、葵とヒロと繋がってるから、うん、それでちょっとヒロとに接触するみたいな、はい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 、なんかそういった流れになってくるのかなって気はするよね。ありそうだね、うん、なんかこのライオンの剣だけじゃなさそうなんだよね、うん、そうだよね、今ケミ言った通りこの桜井由紀さん演じる工藤とかももう動き出してるから、はい、多分まだ情報は出てないはずだから、うんうんうん、なんか過去の何かとつなげていろいろつながってってライオンの剣にもつながっていくみたいなのが今後予想できるからね。そうだね、なんかある事件に巻き込まれるとも書いてあるから、なんか別の何かとつながってきそうな感じがするから、うん、そうだね。確かになんか建設会社の何かとか、ね、闇だね、闇とかとつながってって、じゃあ最終回どうなってくるのかみたいな、はいはい、結構考察できそうだね。いや面白そうですね、これは、うん、あとはヒューマンドラマの部分はとにかく素晴らしかったから、うん、うまいね。いや、うまい。いや、バンドさん、あれうますぎるわ。また連絡上がっちゃったよ。すごい、うん、のレベルが。これは、素晴らしい、ね。お上手。ね。ちょっと僕らが懐かしい人もいろいろ出てくれてるから、ね。真犯人フラグとかね。そうだね。ちょっとあるかな。そんなのもあって、うん。楽しめそうですね。面白い。はい。という感じで、皆さんもね、まあ1話終わりのね、大胆な考察全然構わないのでね、思ったことぶつけてくれて大丈夫なので、うん、ぜひともお待ちしております。というわけで僕らはですね、サブチャンネルに個人チャンネル、そしてファンクラブなんていうのもやっておりますので、僕らのこと気になったらね、僕らのこと追っかけてみるとよりこの動画も楽しくなるかなと思います。お願いします。というわけで以上、ロックロックでした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画少しでも楽しいなと思ってくださった方はぜひとも登録ボタンお願いいたします。ということで最後にキュメロジェ、はい、男性ブランコの平井さんなんて役名でしょう。一挙カタカナで一挙違います。ごめんなさい、全然カタカナなわけないだろう。ごめんなさい、勉強しとけよ。